財務部施設課2年目の上村と申します。私の課では公共施設の整備を行うために大きく2つの業務があります。1つ目は設計業務です。建物各所の劣化状況に加え、施設運営者や利用者の要望に基づいて建築と設備の設計を行っています。2つ目は工事管理業務です。安全、工程、品質を管理し、設計通り工事を進めるため何度も現場に赴いて施工業者と調整を行っています。私が施設課の業務で最もやりがいを感じることは、自ら設計したものを実際に形にできることです。そのためにはやはり知識や調整力が必要で、苦労も多く時間がかかることもありますが、工事が終わって施設運営者や利用者から感謝の言葉をいただけた時には、頑張ってよかったなと思えることが私のやりがいにつながっています。